決断であります。孫子の言葉ですけども、敵を知り己を知れば百戦して危うからずという言葉があります。まあ、春秋時代の兵法家孫子でありますけども、ここのポイントは情報分析と自己分析、これを組み合わせるっていうことなんですね。まあ、敵ということは情報分析ということです。己を知るということは自己分析であります。この両方を組み合わせるということです。まあ、さらに孫子はですね、百六百禁を惜しみて敵の情を知らざる者は夫人の至りなりというふうなことも言っています。まあ、位を与えたりお金を与えたりして情報を取るということをしなければそれは戦いに負けることになりますよと、こういうことまで言っています。まあ、現代でも情報収集の大切さを説く人は多いですし、確かにその通りです。まあ、検索すると簡単に情報が集まる、まあ、そんな便利な時代に私たちは生きています。この情報分析をすることもとても大事なんですけども、もう一つは自己分析ですね。自分のことをやっぱりよく知る、自分の会社のことをよく知る、置かれている立場をしっかりと考えるということをうまく組み合わせることによって、相手の弱みと強み、そして自分の弱みと強み、これをうまく組み合わせることができるということです。こうして立てられた戦略というのは勝利が間違いないというふうに言えるのではないでしょうか。つまり情報収集、情報分析と言いますと、ついつい外をですね、私たちは考えてしまいます。当然外の情報も大切なんですけども、自分の会社あるいは自分の内面といったところの情報をしっかり分析することも大事だ。敵を知り己を知れば百戦して危うからず、この言葉は情報分析と自己分析を組み合わせることの大切さを私たちに教えてくれと思うんですが、いかがでしょうか。